世界で一番面白い人生ガイド元井武雄の YouTube 動画でございますということで、今日は先日ですね、これ初めてなんですけれども、今月最初にご主人から電話があって、そして1時間ぐらいで終わったわけなんですけれども、そしたらそのご主人が、なんか元井さん、うちの嫁の方がなんか元井さんに占ってもらいたいような感じしますねとおっしゃるので、いやーこれはがっつり2時間ぐらい行くんじゃないか女の人はという話をしたらですね、1週間後ぐらいに突然電話かかってきまして、この人の嫁なんですけどということで、ああそうですかということで、まあ、たまたま時間がありましたので、結果的には1時間で終わったんですけれども、その奥さんのね、質問がね、これね、皆さんにも共通している質問だろうと思ったので、全部ですよと即答したわけなんですけれども、一体ね、皆さんは神様に願い事をするときにいくつしますかということなんですよ。例えば来月奄美大島のこの奄美市名瀬の高千穂神社なんかでも夏祭りがあって、6月堂ということで、多くの市民の人たちが行って、ちゃんちゃんと、要するに、なんか何らかの形で願い事をするわけなんですけれども、多分皆さん3つぐらいだと思うんですよ。基本的に健康の問題、人間関係の問題、経済的な問題、その中に仕事とかいろいろ入ってるかと思いますけれども、で私地元の高千穂神社がね、どういう神様を祀ってるかちょっと聞いたことはないんですけれども、神社だからといって神様がお座りになってはいるんですが、要するにね、我々人間がその3つなら3つお願いしたからといって全部聞けるわけでもないし、当然その3つが3つその願い事を叶えられる神様ではないわけですよ。多分これは北海道から沖縄までそうなんですよ。例えば何度も言ってますけど、こっち後ろが山で、目の前が8000トンとか5000トンのカーフェリーが泊まる港があるんですよ。で今度こちら側にはね、今はもう崖崩れしちゃって、道路がそのもう行けなくなっちゃって、もともとが、この高千穂神社の支店みたいな感じって言えばいいですか、ちょっと専門用語分かりませんけれども、厳島神社がお社があったんですよ。そんな大きくないお社があったんですけれども、そこは要するに今その海の神様っていうかね、その、漁業をやったり、それからその、ともかく海を守っている神様なわけですよ。だからその別に神様を悪く言ってるわけではないんだけれども、その神様にそのお金ちょうだいとかね、恋愛関係とかね、人間関係とか仕事くださいと言っても、これは通じるかということなんですよ。これはこの奄美大島だけじゃなくて、皆さんの市町村も同じだと思うわけで、そこで考え方としてはね、これ後ろが山なので、例えば山に向かってね、ここそこドア開ければ、南側なんですけど、開ければすぐ山があるんですけれども、これ山に向かってね、あるいはその海に向かって、あるいは海のそばまで行って、あるいはその川があったら川でもいいし、当然神社なら神社でもいいわけですけれども、自分がお願いしたいことをいくつでもいいですよ。周りに人がいなければ言葉に出して言えばいいですよ。その事業資金がこれだけ欲しいとか、500万1000万欲しいからくださいとか、もう端的にくださいって言うわけですよ。で細かく言えば、この宝くじを買いますのでね、例えばジャンボ宝くじ買いますので、少なくとも1000万円当たらせてくださいとかね。彼氏彼女が欲しいですとかね、こういう感じの人とかね、仮
会社でギクシャクしてるから、このギクシャクが早く治るようにとかね、正常に、ま、あの動きますようにとか、子供ができますようにとか、安産で生まれてきますようにとか、子供たちが受験で合格しますようにとか、考えられる限りお願いすればいい。なぜかっていうと、神がかっていても神がかっていなくても願い事をすることによって、以前の動画でもお話ししましたけれども、でこのようにほとんどの人が携帯電話とかスマホとか iPhone とか持っているということは、これ自体が電波をこう発信しているので、私から皆さんに電話ができる、で逆に皆さんから私に電話ができるわけですよね。だからここにその私の電話番号とか書いてありますから、それを見て電話をかけてくるわけですよね。つまりその神様といえども、皆さんが願ったからといって聞くことは聞くけれども、叶えられるだけの神様じゃないわけですよ。神様も役割分担があるから、はい。だからそのだからその神社の神様がどういう神様であっても、山の神様がどういう神様であっても、海のことを願ってもいいわけですよ。川に海のことを願ってもいいわけですよ。私漁師なんですけど大漁でお願いしますとか、いいんですよ。つながっているから、山から川になって海に流れていくわけですから。だからそういうことを遠慮せずに言えばいいんです。願えばいいんです。お願いしますと。そうするとね、その神社の神様が、例えばその林業関係の神様だったとします。で皆さんが漁師だったとします。そうするとね、どっかの神様が聞いて、あ、こいつ俺に願い事してるっていうことを山の神様が言ったれ言う場合があるわけですよ。神様って全部つながってるわけ。何らかの形でつながってるんですよ。教えてもらってませんけど。だから別にその悪いことを願うわけではないから、いいことを願うわけですから、それはもう遠慮なく言った方がいい。うん、言ったもの勝ちなところはあります。遠慮しない方がいい。うん、こんなことお願いしてもとかじゃなくて、あんなことでもこんなことでも誰でも願うことでもいいから、今からお手洗い行きますと言った時、お手洗いの神様にともかく彼女ができますように、お金が回ってきますように、宝くじが当たりますように、僕は頭が悪いですから頭が良くなりますように、もう何でもいいですよ。用を足してる間に、トイレの神様にお願いしたからといって、皆さんがね5つや10個お願いしたからといって全部聞けるか分かりませんけれども、それを言葉にして発する人がいたら、あの恥ずかしいし頭おかしいんじゃないかと思われるから、心で願うだけでも全然いいんですよ。こういうことは何度もお話ししてます。通勤電車の中でもいいですよ。当然飛行機の中でもいいですよ。それで願うんですよ。だからその一つ一つ自分自身がその生きている中で、願い事というのはいくつもありますし、神様の声が聞こえる、さっきこうやってちょっと寝てたんですけれども、それでも何人か神様が来てごちょごちょごちょとお話ししますけどね。で、はい、朝なりましたって言った時に、まあ私怠け者ですから毎日は言ってませんけれども、神々様にこれと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 これくださいって言ってますよ。うん、だから遠慮しないということなんですよ。逆に相手が見えないから自由でしょ。これがね、普通の人に言ったってね、もう無理、悪いけど無理。だけど
逆に目に見えない神様たちと話ができなくてもいいから、その片要するに一方通行でいいから言うだけ言うわけですよ。伝える、希望を伝える。例えば今日は満月ですよと言った時にね、月の神様と、そのうちねお月さんに行ってうさぎさんが餅つきをしているらしいけれども、一緒にうさぎさんと餅つきしたいなとかでいいわけですよ。めでたいでしょ、お餅つくか、つくわけだから。で今年うさぎ年でしょ、で奄美大島ですから特別天然記念物の奄美の黒うさぎって、こう耳の短いうさぎがいるわけ。うん、で奄美大島の人たちは謝礼になっていいじゃないですか。だから皆さんもそういうふうにして月を見た時にそういうことを願う、月に行ってうさぎさんと一緒に餅をついて餅を食べてるっていう夢を見ただけでなんか幸せになった感じがする。あるいは月の神様と、日本にはそのかぐや姫という物語があってね、最後はね馬車か牛車か知らないけどそういったものに乗ってね、その宇宙に行くというかお月さんに行くような感じの物語がありますと聞きたいんだけれども、そのかぐや姫は一体月に行ったんですか、どこに行ったんですかというふうに聞きゃいいわけよ。願い事ではないけれども、物事というのは面白くおかしく考えなければ、もう頭の中ってね宇宙的に広がってはいるんだけれども、逆にあまりにも今の自分の現状を考えた時にね、金がないとかね、旦那が女房がとかね、病気したとかいろいろそれを真剣に考えるとね、何度も言うようにね、本当にねみんながね自殺する方向に行くしかないんですよ。そのみんなが自殺したらこの国が持たないから、ものの考え方のその間間にですね、神様にお願いしたり、さっき言ったように月を見てですね、頼むから金くれとか、うさぎさんと一緒に餅をついた、餅を食べたいって思った時に何かそれに近いことが起きるはずなんですよ、奇跡が。どうしようもない人がいた時にね、私の動画を見ててみんなさんが例えばね10人が10人、どうしようもない現実の時にね、自殺するか神に祈るかって言ったら、みんな神に祈るしかないわけよ。現実的には現実を見てそこに進まなきゃいけないけれども、精神安定剤としてはさっき言ったみたいに、やっぱりお月さんに行ってうさぎと餅をつきたいであるとか、バカバカしいことを持ってきていろいろ考えていかないと頭おかしくなりますよ。それは私だって29歳の時なんかもうミサイルみたいに借金取りから来てもどうしようもなかったですから、それをプー太郎やっていたのを仕事をやりの借金を返しの1万円返さなければいけないの5000円ですみませんって言って返しのって、もう苦労しましたから。本当に母親にも迷惑かけましたし、現実的にはそうなんですけれども、その借金を返している間に何考えるかというと、俺は金持ちになるんだと、世界中飛び回るんだと、俺は頭がいいんだと、今言ったこと全て揃っていないし、今64歳になってもそうなんだけれども、それでもなおかつ神様に言って言って言いまくっとるわけですよ。お金ください、宝くじ当ててください、今まだ言いませんけど、カクカクシカジカ高校です、これとあれとこれとこれとこれと言ってますよ、10個ぐらい言ってますよ毎日。ああ忘れたっていう時には、車運転してる時にこれとこれとこれお願いしますとか、
信号待ちの時にも同じですよ。これとこれとこれお願いします。で、うちに帰ったり、で、これから YouTube 撮りに行きましょうって走ったりするわけですよ。で、神様が私にお金拾いますよって言った時に、前の動画で話したかもしれませんけれども、そのいつもね買う自動販売機で100円の UCC の缶コーヒー買ったら、缶コーヒーが落ちてくる音と別に小銭の音がするから、あれと思ってみたら70円あったわけですよ。30円の儲けです。70円の儲けですよね。だからそういうふうにして、確かに私は神がかっているから神様がお金拾うよと言われた時に、あ、このことだなと思いました。皆さんは絶対に諦めてはいけないのは、神がかっていないからじゃなくて、神がかっていく方向にするためには神様にお願い事をしなければいけない。何も手で合わせてこんな叩く必要もない、心の中で手を合わせてお願いしますと、本当の神頼みさえすればいいわけですよ。一番悪いのはてめえの都合だけでお願いするなということですよ。だから日々お願いする。朝一回でもいい、昼一回でもいいんですよ。寝るとき一回でもいいんですよ。これとこれとこれとこれ、これとこれとこれとこれ、毎日願うことです。毎日願うことです。諦めずにそれをやるんです。本当に生きてるとね、もう身動き取れない時だってありますよ。それは歯を食いしばって見栄を張るんです。試練だなとか、この前の人にも言いましたけど、苦しい時こそ私だけが苦しんでいるんじゃないと思えば楽でしょうっつったの。今の段階で、今4時14分ぐらいですけど、今の段階で何らかの形で同じことで悩んでる人って何万人もいるわけですよ。1億2000万人日本人いるわけですから、あなた方だけがね何かに悩んでいるんじゃなくて、恋愛関係にしろ、お金にしろ、仕事にしろ、何らかの形で今の段階で少なくとも何万人か悩んでますよ。だから解決しないから、やれ占い師だの、宗教だの、人に相談するだの、騙されたの、騙すだのって、ごちゃ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 が始まってくるわけですよね。ぜひですね、自分自身に一回聞いてみることですよね。これと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 これ、順番が今日と明日変わってもいいじゃないですか。まず願うということ、空を見て願ってもいいし、お月さん見て願ってもいいし、後ろ山ですけど山見てやればいいし、こっちはね、金口中学校といって私が卒業した学校なんですけど、その学校を見てね、頭が良くなりますようにでもいいわけですよ。別に悪いことじゃないから。義務教育の最後は中学校ですから、いいことじゃないですか。そういうふうにして自分に都合のいいように拝んでください、願ってください。いくつでもいいです。遠慮する必要はないです。考えてみてください。皆さんがもし神様でね、私が願い事なんかしたとするじゃないですか。面白いと思いません？おお、この男はこういう願い事するんだ、あ、この女はこういう願い事するんだ、例えばこの33歳の男はこういう願い事をするんだってなったら、神様だってバカじゃないから、あ、こいつにちょっと願い事一つちょっと叶えてやりましょうかっつってね、神様の会議かなんかがあってさ、皆さんわかんないけど、私もわかんないけど、なんかその中で一つでも願い事を叶ったら面白いと思いません？この世の中に神様がいると思いません？諦めないことです。徹底してやることです。
この世の中というのは面白くおかしくできているのに、真逆に苦しい方向へ苦しい方向へ持っていこうとする悪い奴らもいますから、夢と希望を持って楽しく生きましょうよ。せっかくこの世に生まれてきたんだから、自分の都合のいいように神様に一回願ってください。そしてそれを毎日続けてみてください。心が落ち着く、頭の中も整理整頓できる。どれが今一番大事なことで神様に願わなければいけないのかということ、ぜひやってみてください。いくつ言えるかっていうのも自分に試してみてください。意外と面白いかもしれません。はい、ということで、世界で一番面白い人生ガイド元井太京の YouTube 動画、今回は神様に対していくつ願い事を言ったらいいのか、全てです。あなたが願い事を叶えてほしいことを全部言えばいい。遠慮する必要はないです。神様もバカじゃないです。あなた方が真面目に神に誓ってじゃないけれども、神様に本当にすがってですね、お願い事しようと思ったら必ず最強の味方になります。次回の動画まで世界中の良い子の皆さん、ごきげんよう、さようなら。毎日ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。